バドミントン・全日本社会人選手権第1日7日鳥取産業体育館混合ダブルス2回戦写真ペアを組んだ田口真彩と渡辺裕太混合ダブルスでオリンピック五輪2大会連続銅メダルの渡辺裕太27イコールビプロジーと23年世界ジュニア選手権女子ダブルス王者の田口真彩18イコールアクト s a a i k y o が初めてペアを組み デビュー戦をストレート勝ちした。第1ゲームは21の8で相手を圧倒した。サウスポーの2人は試合中にも積極的に対話し、連携。渡辺が後ろ、田口が前に出てポイントを重ねる場面が多かった。第2ゲームも序盤から得点を重ねた。20対11のマッチポイントから2点を返されたものの、21から13で勝利。最後は笑顔も見せてハイタッチし、 こう発信した渡辺は12年に福島、富岡第一中の1学年先輩の東野有紗、28とペアを結成。綿菓子の愛称で活躍し、五輪では21年東京大会で銅メダルを獲得。同年から世界選手権で2年連続準優勝を収め、今回のパリ大会では日本バドミントン開発の2大会連続表彰台となる銅メダルをつかんだ。 綿菓子ペアはパリ五輪後の8月16日に快勝を発表し、最後の大会となった同20日開幕のジャパンオープンでは8強で敗退となった。渡辺は混合ダブルスの道へ、東野は桜本綾子、29、との女子ダブルスの道へ進むこととなり、東野は今大会に同ペアでエントリー。一方の渡辺は、昨年まで山口、柳井商工で全国高校総体、インターハイ、 女子団体3連覇の田口とのペアで出場した渡辺と田口は10月のアークティックオープンフィンランドデンマークオープンにもエントリーしている。